うーん、玉川さんの意見は直感的には魅力的に思える人もいるんだろうけど、冷静になったらデタラメやん。皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2022年7月21日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、うん、その意見はゴミだよ。ということになります。 この動画ではテレ朝職員の国葬反対論について見ていきますが基本的にはたまたは間違ってるよという話をしますので納得できた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では今回の目次はこちらです。 では、早速こちらの記事をご覧ください。こちらはデイリーの7月21日の記事ですね。見出しは。玉川徹氏、安倍元首相の国葬に疑問し、自民党の自民党による自民党のためですね。うーん、まあ、この手の議論をする人もいるのは知ってるけど、この議論の仕方はゴミなんだよな。では、中身も見ておきましょう。以下、一部引用です。 テレビ朝日の玉川徹氏が21日同局系ハトリモーーニングショーに出演、参院選遊説中に銃撃され死去した安倍晋三元首相の国葬が9月27日に日本武道館で執り行われることで調整されていることについて言及した。 安倍元首相の評価も未だに分かれている点を指摘した。玉川氏は、安倍元総理がやった大きな二つのこと、それは集団的自衛権の容認とアベノミクスだと思うとし、二点ともが評価が定まっていないとした。さらに、その中で国葬にこだわるのはなぜか。一部の野党がという言葉があったけど、 NHK の世論調査では38%の人が国葬については評価しないと言っている。38%は一部ではないと国葬に反対する声が小さくない点を挙げた。自民党の自民党による自民党のための国葬という側面がないかという疑いを持ってしまうと話した。以上ですね。 でね、まあ確かに岸田総理も今回国葬をすると決めた理由として安倍元首相の実績を挙げていますからまあそこを批判するのは理解できないわけではない。ただ筋論としては筋がかなり悪いと思いますね。結局今回の岸田総理のロジックは内閣府設置法が根拠であり国の儀式として取り行うということなんですよね。 それを根拠に閣議決定で実施は可能であると説明しています。費用は全て国費負担であり、また官房長官の説明によると、今回の国葬では国民に対して模に服することを求めないと明言しています。で、結局内閣府設置法に細かい規定まで書いていないのに根拠法としているということは内閣の裁量がかなり認められていると考えるしかないんですね。判断基準が法律に書かれてないんだから。 ですから極端な言い方をすれば、総理がある程度、好きに決定の可否を決めていいと考えるのが妥当ですよ。で、おそらくですが、今回の国葬は、最後の国葬と言われている吉田茂氏の国葬とは別物なんですよね。当時は根拠法がないけど、閣議決定で決めた。そして国民生活にそれなりの影響を与える形で行われたようです。 しかし今回の安倍元総理の国葬はぶっちゃけな話、金の出どころ、名前以外、内閣と自民党の合同葬と変わらないものですね。でね、そもそもこの手の話は確かに閣議決定だけで行われてきてもいます。例えばこちらをご覧ください。こちらは東大などの教授の玉井さんの7月16日のツイートですね。以下引用です。まず、多くの式典が法律の根拠抜きに挙行されてきたことを指摘したい。 吉田総理の国葬はもちろん、国民葬や政府自民党合同葬もそうであったし、すでに指摘されている通り、全国戦没者慰霊式にも法律の根拠はない。国葬に法律の根拠を要求するなら、これら全てを違法とすることになるだろう。また、春秋の叙勲にも法律の根拠はない。明治の打浄官布告を政令で改定して対応している。 そこに法律の根拠がいるとするなら、大勲章などの勲章はもちろん、死女法省や王女法省の授与も行えない。国民栄誉賞に至っては、政令の定めすらなく授与されている。 これらと国葬がどう違うか、以上ですね。まあ、そうだわな。国会を通すわけでもなく、政令を根拠に行ってきたこと、そしてそれすら書いていることと、今回の国葬の何が違うかといえば多分、違わないんですよね。これが万が一、すべての学校とか役所も模に服することになるとか、休みになるとかなると、さすがに法律の根拠が必要な気がするのですが、そういうものではないんですからね。 すなわち今回の形式の国葬はこの手の儀式とさほど変わらないと考えれば下手したら内閣府設置法すら不要でありそれなりに内閣に裁量があるから特に問題がないと考えるのが一つの筋だと思いますね。でしたがってそもそも国民の意見ががが一致しななないいいいとかいう話が論点になるわけがないんですよねだいたい全国戦没者慰霊式や国民栄誉賞とかも国民の意見が一致してるとかないでしょ 戦没者慰霊式に対して反対する人だっているだろうし、正直国民栄誉賞に輝いた人に対して、俺スポーツ嫌いやねん。なんであんな運動してるだけで褒められるのって思ってる人もいるでしょうよ。要するにこれまでも意見が一致しないことを普通にやってきたわけで、そもそも要件として決まってるわけでもない意見の一致をもって国葬を行うことに対して批判するのは筋が悪い。 もちろん、玉川氏の言うように、ある意味自民党にとって都合のいいようにしているという側面があるかもしれないですが、それが反対理由になるかといえば微妙ですしね。だって内閣に裁量があると考えるならば、それは裁量権を超えるものではない限り、それは自分たちの都合の悪いようなことはしないでしょうよ。国民栄誉賞だって散々そう言われてるしね。 で、そんなふうに考えると、それこそ法政大学の山口教授や立憲民主党の小西博之議員は、まだ筋がいいと思いますね。二人は先ほど取り上げた内閣府設置法が根拠としてはおかしいという主張をされています。これは理屈があると思いますね。岸田総理が言う根拠であるはずの内閣府設置法が根拠となり得ないという主張ですから。 まあ私としては繰り返しになりますが、そもそも様々な式典が法律の根拠なく行ってきていることを考えれば、金の出所だけの話に究極的にはなる、今回の国葬論において、国葬閣議決定だけで行えない理由はないだろうという気がします。 で、正直言って、あまりにも内閣府設置法の話を多くの人が持ち出さないのは、国葬に反対すること自体が目的ではなく、反対運動自体が目的なのかなって考えてしまいますね。意見が一致してないなら国葬が行えないとなるなら、およそ誰でも国葬はできなくなっちゃいますからね。ですから、安倍元首相への評価が固まってないことが国葬反対の理由になり得ないんですよね。 まあ先ほども述べましたが、岸田さんが安倍さんの実績を根拠にしたからそう反論してるんだということでしょうが、そもそも内閣に広範な裁量があるでしょうからね、国葬の実施については。 まあ私は玉川さんにぜひ国葬が行える根拠を聞きたいですね。国葬実施の根拠として一致した高評価などを導けない限り、玉川さんの主張はただの雑音でしかないと思いますね。皆さんはどんな意見を持たれたでしょうかぜひともね、皆さんの意見、感想、コメント欄で教えてください。またね、チャンネル登録、高評価。 そして、ね、最新動画、ある議員さんが股間丸出しにしたって話なんかもね、紹介していますから、こちらや概要欄、コメント欄の方からリンクを踏んでください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。